はい、それでは定刻の8時になりましたので、本日のセミナーを始めていきたいと思います。皆様お忙しい中ご参考いただきまして誠にありがとうございます。私、株式会社ルエスパートナー代表の瀬古口と申します。本日はよろしくお願いします。まさか、私が以前働いていた、会社の名前をつけたですね、タイトルのセミナーをこうやることになるとは、全く思ってもみなかったんですね。ちょっと複雑な気持ちで本日このセミナーさせていただくんですけれども、まずはですね、私が7年間もですね、過去に働いていたクレディスイスというスイス系のプライベートバンクであったりが、一連のですね、いろいろこう騒ぎ経営不安であったりで皆様にもですね、ご心配であったりとかご迷惑をおかけしたところですね、私も働いていた一員としてですね、過去に働いていた一員として、お詫び申し上げればと思いますので、よろしくお願いします。そうですね。そういう話ばっかりしていってもあれなんでですね。本題の方に入っていきたいんですけども、今回ですね、緊急開催ということで、アフタークレディスイス、はい、クレディスイスが買収された前と後とのですね、この米ドル債券の、投資環境の違いであったりとか、このクレディスイスによって、この米ドル債券にとってですね、どういったことがもたらされているのかであったりとか、今後のですね、投資戦略について、分かりやすくご説明ができるセミナーできればので、よろしくお願いします。最後にですね、皆様からのご質問にお答えする Q&A の時間にしたいと思いますので、ぜひご質問をですね、この Zoom の Q&A というアイコンのところからご質問いただけますので、セミナーの途中でもですね、結構でございますので、ご不明点であったり、聞きたいことであったりがあられたらですね、ご質問いただければ。初めての方もいらっしゃると思いますので、簡単に私の自己紹介なんですけれども、私ですね、2005年に、日興証券という日本の大手の証券会社に、入社をしまして、そこでプライベートバンクというですね、富裕層の方の資産運用に特化した、部門にですね、配属をいただきまして、そこからアメリカ系で最後ですね、話題になっているクレディスイスというですね、のプライベートバンク部門で7年間働きまして、2016年にですね、独立しまして、このベルスパートナーという会社をですね、作らせていただきました。現在も富裕層の方の資産運用をお手伝いしているんですけれども、書籍を書いたりとかですね、今 YouTube で資産運用に関するですね、情報を発信したりと、はい、そういったところを、最近ですね、やっております。はい、短いですね、1時間という時間の中でございますので、目標をですね、設定したいんですけれども、このセミナーではですね、米ドル建ての債券に対する現状をですね、正確に理解をしていただいて、そして皆様のですね、正しい投資判断のご参考にしていただくということができればなと思っております。こういろんなですね、ネットニュースであったりとか、記事とかですね、第三者から聞いた話であったりとか、はい、そういった情報もですね、参考にはなるとは思うんですけれども、私がこの18年間ですね、こういった仕事をずっとやってきた経験からですね、正しいと思われる情報だけであったりとか、ただ自分の中で解釈したですね、正しいと思われる、こう、なんていうんでしょう、考え方をですね、お伝えできればと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらがですね、本セミナーのアジェンダになっております。4つありまして、1つ目がですね、今回のクレディスイスのが買収されたことによるですね、米ドル債券投資に与える影響について、1つ目ですね。2つ目が、米ドル債券の最新の投資環境。3つ目が、アフタークレディスイスのですね、米ドル債券投資、今回のですね、本題でございます。で、最後がですね、このクレディスイス後にですね、ポートフォリオ、組まれた方のですね、実際のポートフォリオの設計事例はご参考になるかと思いまして、はい、この4構成ですね、4部構成でお話ししていければと思います。まずはですね、クレディスイスのが、UBS というですね、スイスで一番大きな銀行に、買収されたことによるですね、クレディスイス関連資産の影響というのを表したのがこちらになっております。クレディスイスっていうですね、銀行の資産がここにこう並べられております。上からですね、預金、社債、劣後債、AT1 債、普通株式とあるんですけども、クレディスイスはですね、倒産したわけではないんですけれども、倒産同然であるというふうに規制当局が判断をしまして、たんですけれども、このクレディスイス関連資産の中でですね、守れられなかった資産というのがですね、
100% 守れなかった資産というのを一つだけ存在してまして、それがこの AT1 債と言われる資産なんですね。で、私も YouTube であったりとかですね、セミナーとかでこうお話しするときのここ債というふうにお伝えしたんですけども、まあ、それと同じ、金融商品でございますので、それを理解いただければと思います。で、ここにあるようにですね、預金とこのから劣後債、までの資産に関しては、基本的に保護されますと。で、一番下のですね、一番倒産したときのお金が返ってくる順番が、遅いですね、普通株式という資産も、時価の2分の1程度と書いてあるんですけど、これはまあ買収前の時価からすると、買収後の時価というのは、ね、2分の1ぐらい守られているので、このように2分の1は守られるというふうに記載させていただきました。で、この AT1 債、保護債に関してはですね、全額損失になっている。これを持っていた方というのは 100% 損失であるというふうな判断をですね、規制当局及び UBS クレディシスはしたということでですね、これが表す意味っていうのはですね、実はすごいことでですね、世の中の、まあ、通説ではですね、まあ、金融市場の中では上から順番にですね、何かこうその銀行に危ないことがあったときは上の資産から順番に守られるというのが資本と負債のこう論理だったんですけども、まあ、それを大きくですね、覆す結果に今回なってしまったんですね。株式は、一部、まあ、損失は出てますけど一部守られてですね、今関わらずこの公庫債だけがですね損失を込むということでですね、かなりこう私も到底こうこの金融市場に関わる人間としては納得のいかない結果では、あったんですけれどもただまあ結果的にはですね、こうなってしまったというところでございます。でまあ、この AT1 債公庫債というのはですね、株式この銀行のですね分厚い資本株式に守られているから安心してこの公庫債を持てたというものが、考えが多くのですね、皆さんの考えだったので、まあ、今回こういったことになってしまってですね、株式より守られないということで持ってて大丈夫というふうに皆さん不安に当然思うわけですよね。でそういったところがですね、今回のタイトルにもあるようにアフタークレディスイスクレディスイスの買収後の米ドル債券投資策に関わってくる内容にですねつながっていくわけですね。で多くの富裕層の方であってですね、こういったここ債もポートフォリオの中に入れているというのが一般的ではありますので、まあ、本当にですね、このここ債っていう資産をどう捉えて、どのようにポートフォリオに組み込んでですね、すでに持っている方は、今後どのように扱っていけばいいのかっていうのを、まあ、真剣に考えなければいけないという状況になってきたんですね、まあ、今回緊急開催ということで、ご説明させていただいた次第でございます。はい。で今回のですね、その、クレディスイスの買収によってですね、まあ、公庫債が守られなかった、株式より守られなかった。まあ、この結果を受けてですね、世の中的には、この米ドル債券ですね、対する4つの不信感というのが生まれたというふうに考えています。でこの4つでございまして、まあ、これは当然なんですけど、1つ目は公庫債ですね。はい。当然です。株式より守られなかったらですね、信頼できませんので、まあ、それは1つ目の不信感。で二つ目がですね、この、ここ債、劣後債っていうですね、ここ債の中に劣後債も含まれてるんですけど、もっと広い意味での劣後債、ここ債も含むですね、劣後債ハイブリッド証券でも言われてるんですけど、そういったものを全体に対する不信感ですね。これも当然ありますと。で、三つ目がですね、金融機関に対する不信感です。まあ、その金融機関がですね、こういったここ債だったりのを中心に発行しておりますので、ここ債のですね、存在価値がこう低くなると、この資金調達コストと上がってきますので、まあ、今経営不安がいろいろ言われてますけど、まあ、それに拍車をかけるというですね、間接的な影響によって、不信感であったりとか、まあ、ここ債守らなかったりということですね。はい。こういったことに対する不信感が3つ目でございます。で、最後がですね、まあ、各国政府、中央銀行に対する不信感でありますけど、まあ、これは今回の件で言うと、スイス、という国で、あったり、スイスの中央銀行ですね。が、下したですね、ここ債を守らなかった。米ドル債券の、劣後債の一部をですね、守らなかったっていうことを判断をしたですね、投資家を守らなかったっていうことに対する、不信感ですね。で、まあ、スイスっていうですね、まあ、金融で成り立ってる国なんですね。金融で成り立ってる国がですね、この資本と負債の論理を、まあ、覆すようなことをしてしまったわけですので、まあ、どこの国でもこれってやるんじゃないの？はい。いうふうに当然思うわけですよね。なので、このレディの件っていうのは、国債の損失だけではなくてですね、まあ、これだけ多くの不信感を、まあ、世の中にですね、米
ベーデル再建に対する進化というのを与えてしまったというふうにですね、私は思って、受け止めております。はい、まあ、そういったところがですね、CS の、ベーデル再建に対する影響というところなんですけど、まあ、ここからですね、まあ、そうは言ってもですね、まあ、現状どうなっているのかというのをですね、正確にお伝えするのが大事かと思っていますので、各ですね、債券の種類、米ドル建ての債券の種類の債券がですね、どのような状況になっているのかというのをですね、お伝えできればと思います。で、その前にまずはですね、まあ、どういった債券の種類があるのかというのを、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、初めての方もですね、いらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明できればと思います。で、主にですね、米ドル建ての債券には、5種類の債券が存在していると考えていただいていいかと思います。で、左からですね、国債、普通社債、劣後債、旧劣後債。で、今回の AT1 債、ここ債ですね。っていう5種類になっているんですけども、左からですね、右側に行くごとに、リスクが高くなって、リターンも高くなる、利回りも高くなる。というふうに考えて、いただいてますね。あまりおおむね間違いないのかなと思っております。国債っていうのはですね、要は、米ドル建て債券なので、まあ、アメリカ国債ですね。はい。一番リスクもリターンも低いですと。で、そこに企業のリスクが上乗せされて、リスクリターンが高くなる、普通社債。で、倒産した時にですね、お金が10万返ってくるのが普通社債よりも遅い劣後債が、そのリスクの分ですね、リターンが高くなる。で、満期がなくて、売上償還日に返ってこないかもしれないっていうリスクがある代わりにリターンが高くなる永久劣後債が4番ですね。で、3個最後にですね、先ほどお話しした、まあ、Z1 トリガーっていう銀行が発行してるんですけど、自己承認率が一定の水準より下回るとですね、自己元本が毀損してしまうという条項がついているんですね。Z1 トリガーがついている代わりに、利回りが高くですね、国債という順番になっていますと。で、今回のクレディはこの国債になっているわけですね。じゃあ、この各債券がですね、今現状どのような、利回りになっているのかという条件の面をですね、ざっくり見ていきたいと思います。はい。こちらがですね、再試験種類ごとの最新の利回りとなっております。3月31日時点に取ったレベルなので、まあ、かなり新しい最新かなとは思っています。はい。で、上からですね、さっきの順番に並べてます。で、債券格付けはですね、まあ、普通社債といってもいろんな国家付けの債券、国債といってもいろんな国家付けの債券があるので、まあ、大体多い格付けですね、はい、の債、格付けの債券の利回りがこれぐらいであるというふうにですね、捉えていただければと思います。で、年利回りのところはですね、昨日3月31日でなんですけれども、まあ、この括弧内にですね、マイナスとかプラス何パーセントって書いてあるんですけど、これは1ヶ月前の利回りと比較して、どれぐらいですね、変わったかっていうのを表しております。変化率を表しているんですね。なので2月末から1ヶ月でどれぐらい利回りが変化したかというのを表しております。で、アメリカ国債からですね、見ていきたいと思います。で、債券の格付けはですね、まあ、AA プラスなので、まあ、ほぼ最高格付けですね。で、年利回りで言うと、3月末の時点で 3.5% の利回りでございます。で、実はですね、1ヶ月前は 4% ぐらいだったので、0.5% ぐらい下がってですね。まあ、金融ファンであったりで、まあ、アメリカがですね、まあ、早期に利下げを行っていくというふうな見通しになりましたので、国債の利回りは下がって、3.5% になっていますと。で、次は普通社債ですね。まあ、大体昨年格付け A ぐらい。はい。債券だとですね、年利回りで言うと、まあ、アメリカ国債にプラス 1% 上乗せされて、まあ、4.5% ぐらいと、ぐらいですね、の債券が多いのかなと思います。で、1ヶ月前からですね、アメリカ国債の基準金利が下がってますので、同様にですね、マイナス 0.5% ぐらい下がっているという状況でございます。で、その下からがですね、劣後債になるんですけども、まず普通の劣後債ですね。まあ、債券格付けだと、トリプル B ぐらいと。で、年利回りがですね、6%、はい、でございます。で、普通社債とかですね、アメリカの国債はマイナス 0.5% 下がってるんですけれども、ここはですね、プラマイ 0% ぐらいで、1ヶ月前と変わらない水準と、はい、いうふうに思ってまして、まあ、このアメリカの基準の金利がですね、下がると、こういった社債とか、劣後債の利回りもですね、基本的に下がるんです。なんですけど、今回下がらなかったっていうのは、それ以上にですね、金融不安であったりとか、信用不安によって、こういったですね、少しリスクが高めの劣後債であったりが、売られる傾向にありました。リスクオフになったんですね。それによって、金利が下がったので、その金利の影響では価格が下がりがちなんですけど、信用不安もあるんですね。はい。まあ、このようになりました。なので、プラマイゼロですね、6%、今、ということになっています。
でですね、次は永久です。はい。満期がないやつですね。債券ですね。で、格付けがまあ大体、WB プラスぐらい、はい、の債券だと、利回りで 7.5% ぐらいの債券がですね。まあ、逆にですね、まあ、永久劣後債とかだと、まあ、金融機関が発行しているものが多いというのもあるんですけど、利回りが高くなったんですね。プラス 0.5% 高まった。アメリカの基準のですね、国債の金利は下がったけど、0.5 下がったけど、逆に 0.5 ですね、上がってるわけです。まあ、よりリスクが高い債券というふうにですね、世の中を捉えまして、売却されることですね、利回りが上がるということになります。で、最後がですね、ココ債と、はい、と言われるですね、まあ、いわゆる AT1 債、このクレディの件ですね、結構話題になった債券ですね。で、債券の格付けはですね、まあ、大体 WB ぐらいですね、ココ債にしますと。そうすると年利回りだとですね、9.5%、はい、ぐらいになっておりまして、1ヶ月前の水準と比較しますとですね、大体プラス 1.5% ぐらい、はい、まあ、上昇しているという状況でございます。なので、やっぱりこう、債券の種類で見てもですね、当然リスクが高くなるので、その分下に行くことは利回りが高くなるんですけども、まあ、1ヶ月前と比較するとですね、まあ、こういった状況になって、下の高校債であったり、営業安債の利回りがより高まったということですね、よくわかるのかなと思います。まあ、そのクレディの件によって、ココ債とかはですね、利回りが高まっている側面も、高まっている側面もあるんですけど、やっぱりこう、金融不安っていうですね、ところ、アメリカの銀行破綻のところから来てるですね、まあ、銀行とかですね、金融機関に対するですね、リスク回避の動きによって、全体的にですね、レスク債以下の利回りというのは上がっているという傾向になります。まあ、これがですね、債券種類ごとの最新利回り。はい、次はですね、ココ債がかなり話題にはなってますので、ココ債のですね、正確な、状況というのをお伝えできればと思います。こちらですね、ココ債に投資している ETF ですね。はい。まあ、とある ETF の、価格の推移を表しています。なので、特定のココ債とかじゃなくてですね、まあ、いろんな、ETF、ココ債に投資しているのを集めた、結果を表した ETF の推移になっているわけです。で、期間はですね、3月1日から、で、まあ、2月末からですね、3月31日ですかね、の価格推移を表してまして、3月1日を100とですね、捉えて、1ヶ月間でどのように動いたかというのがですね、わかるようになっています。で、まずですね、左の方から見ていきますと、3月10日にですね、SVB と言われるアメリカの銀行、中堅銀行がですね、破綻しました。で、このあたりからですね、金融不安だと、はい、リーマンショックみたいになるというふうなこう雰囲気になりましたので、この時点からかなりですね、金融債であるココ債はですね、かなり売られる傾向があって、価格はですね、下がってたんですね。でそこからこうずるずるとね、下がっていって、まあ3月のですね、14とか5でくらいですかね、クレディスイスの株主がですね、クレディに追加出資するつもりがないとかですね、はい、財務的に問題があるとか、そういった発言をこうしたというところで金融不安ですね、より高まって、あとアメリカの他の銀行もですね、倒産したりしてですね。まあ、こうかなりこう緊張感が高まった状況ですね。まあ、それに国債市場もですね、結構値下がりしていって、で、この、ちょうど真ん中ぐらいですね、丸がついてて、88って書いてありますけど、これがクレディスイスの発表前のですね、UBS による買収発表前の、この国債金融の株です。88ですね。で、発表がですね、ありましたと。はい。で、まあ、買収されました。世の中的にはですね、金融不安一旦収まります。ということなんですけど、ココ債はですね、無価値になります。ということがありましたので、かなりこう、ココ債ETFですね、ネガティブに取られて、値下がったわけです。で、一旦ですね、74ぐらいまで価格が下がったんですけれども、その後ですね、まあ、底を打って、同じ日のうちにですね、もう戻してですね、価格的には戻ってきてですね、また88ぐらい近くなって、こう、一旦ちょっと下がってですね、で、右に行くとですね、一番下、右側にある丸のところですね。これが3月31日、昨日時点ですけども、86.5 という価格で終わってますので、なのでですね、まあ、これを見る限りはですね、クレディスイス買収前の価格に、基本的にココ債に関してですね、全体感で言うと戻っていると、はい、いう状況になっています。けれども、ただまあ1ヶ月前のですね、金融不安、であったりの話が出る前からするとですね、まあ下がっている状況であるんですけど、クレディ発表前ぐらいですね、価格に戻っているというのがですね、正確な状況なのかなと思います。
はい。では、ここまでですね、米ドル債券の、まとめをですね、最新関係、投資関係のまとめをしたいと思います。で、一つ目がですね、国債、アメリカ国債とか、高格付けのですね、社債利回りというのは、ここ1ヶ月で、低下してますと。マイナス 0.5% がですね、期末下がっているんですね。で、二つ目がですね、まあ、1ヶ月前と比べますと、一方で劣後債ですね。普通の劣後債に関しては、まあ、利回りはあまり変わってなくて、旧劣後債は AI 上昇していると。0.5% ぐらいです。で、国債に関してはですね、金融不安の高まりを受けてですね、1ヶ月ぐらいで 1.5%、はい、利回りで上昇していますと。で、最後はですね、クレディ・スイス、じゃあ買収前、前日とですね、現在ので価格がどうなっているかというと、まあ、実はほぼ変わってないということですね。なんで、こう、いろんな新聞とかですね、ニュースとかで見ると、クレディの今回の件があったんでですね、この国債の価格はすごく下がっててですね、はい、もう大変なことになってるみたいな、いう結構煽り系の情報が多いんですけれど、実はそうじゃないっていうのはこれ見るとわかるわけですね。基本的にはクレディ買収前から、まあ、こうなってたわけですから、その価格に実際に戻ってきてるわけなので、まあ、全体感、まあ、国債、個別の銘柄によっては違うかもしれないんですけど、全体感で言うとですね、もうクレディ前に戻ってるわけなので、まあ、その国債がこの今回の件で無価値になったから、値下がってるということはですね、全くないわけですね。あと、これぐらいの利回り水準、先ほどの、9.5%という利回り水準はですね、正直去年の、9月から11月ぐらいもこれぐらいの利回りでありましたので、まあ、正直そこまでですね、びっくりするぐらい高い水準ではないわけです。はい。実際、去年のそれぐらいの水準で購入されている方もいらっしゃいますので、そういった方だとですね、買った価格と同じぐらいの価格で今だったら売却できるということになりますので、まあ、そういったところはですね、ちょっと結構世の中が煽ってる風潮がですね、あるのかなというふうに私、いろんな記事を見てですね、思ったところではあります。ここまでですね、最新投資関係のまとめです。はい。では、ここからがですね、本題になりまして、じゃあ、このクレディ・スイスのですね、件を受けた、で、どういったですね、米ドル債券投資戦略を今後取り入れていく必要があるのかというところの本題の話になります。で、ポイント4つあるかなと思っています。1つ目がですね、まあ、価格的にはですね、クレディ前に戻っていると、はい、いうこととはいえですね、やっぱり国債っていう資産に対する、一旦ですね、疑問ですね、存在に対する疑問がついてしまったことに間違いはないというふうに思っています。はい。もちろんですね、私自身は、この銀行の国債というのは、銀行の分厚い資本に守られていて、引き続きですね、魅力的な投資対象であるというふうに思っているんですけれども、ただですね、今回のスイス当局のような判断を、まあ、この国債発行してるですね、銀行の、政府がですね、政府とか中央銀行とかが、ああいった判断をしないということは100%言い切れませんので、なので、国債に関する投資であったりとか、保有割合っていうのは、まあ、低めにですね、設定するというのが、無難な判断にはなってくるのかなとは思います。なので、これからですね、米ドル債券投資されようとされる方は、まあ、CS 前検討された方だと、投資の割合をですね、低めに、当初よりは低めに設定して、で、現在お持ちの方に関してはですね、国債をお持ちの方に関しては、まあ、今後はですね、割合を減らしていくと。まあ、償還をしたときにですね、その次は、普通の劣後債とか、永久劣後債に変更したりとかですね。あとはですね、買った価格ぐらいで売れる方であればですね、前後で売れる方であれば、リバランスを検討したりと。いうことをですね、してもいいのかなと考えています。これは一つ目の戦略ですね。で、二つ目はですね、まあ、今現在は、まあ、ここ債は一旦置いといてもですね、劣後債であったり永久劣後債というのは、まあ、投資のチャンスかなというふうに、考えております。先ほどの最新の投資環境を見ていただくと分かるようにですね、アメリカの国債の金利が下がっているにもかかわらず、この劣後債とか永久劣後債の利回りは、まあ、劣後債変わってないですけど、永久劣後債とかちょっと上がってるんですね。なので、基本的に投資チャンスかなと思ってまして、まあ、今回、国債がこういう件があったことはあったんですけど、ただ劣後債とか普通の永久劣後債には基本的には関係ない話、というふうに思ってますので、まあ、その煽りでですね、利回りが上がっているという側面がありますので、あとは金融ファンドですね。そういうところも影響してますけど。なので、
まあ、チャンスかなというふうに考えています。はい。二つ目ですね。で、三つ目がですね、やっぱりこの保護債であったり発行している銀行、劣後債とかですね、銀行が多いですので、やっぱりどうしてもポートフォリオが銀行に集中しがちになります。やっぱりこう、金融不安が今回起こってですね、これがまあ 100% 収まるというふうには限りませんので、今後続く可能性ももちろんあると思います。リーマンショックの時もですね、2007年の夏頃ですかね、そういった金融不安、サブプライムローンの話題が出てきて、そこからこう1年ぐらい経って、リーマンブラザーズが倒産して、みたいなところに急速に収束していったので、まあ、完全に収まるまでに、まあ、1年から1年半ぐらいかかってるわけですね。なので、今後も続く可能性もあるということを考慮してですね、まあ、発行体のリスクっていうのは、やっぱりこう銀行だけではなくて、その事業会社であったりとか、もしくは銀行よりはですね、今回の件とはあまり関係ない、取り付け詐欺とかになってないですね。保険会社、はい、に、発行体リスクを分散するということをしていってもいいと思います。これが3つです。で、最後4つ目がですね、もうこれは、まあ、今回アフタークレディとかですね、そういうの関係なくいつも言ってることでありますけど、やっぱり個別債権への投資っていうのはですね、個別の倒産リスクっていうのが付きまといますので、できる限り最低投資者員とかいろんな事情はあるとは思うんですけど、まあ、可能な限りはですね、分散して投資を行うと、そして債券のポートフォリオでですね、管理して、まあ、一社が倒産してもですね、致命傷にならない、ような分散投資をしていくということが大事かなと改めて、はい、考えておりますので、お伝えさせていただきました。これが最後ですね。はい、こういったところがですね、アフタークレディの上場債券投資戦略になりまして、うん、これはですね、まあ、その中でも、国債投資のポイントということで、まあ、その投資の割合を少なめにするということはお伝えしているんですけれども、ただそれでもやっぱりこう目標の、利回り、リターンが高い方、債券投資でその利回りを達成したい方にとってはですね、その国債というのは必要であったりとか、あとはこういう状況だからこそ投資したいという方も当然いらっしゃるんですね。なので、まあ、そういう方にとってはですね、国債投資のポイント大事かと思いますので、お伝えできると。で、4つあるかなと思っています。今回のクレディの件を受けて、特に思っていますね。で、1つ目がですね、G 私物っていう、この国際機関のですね、世界の金融の安定に欠かせないこう銀行であるっていうのを30個指定してるんですけども、それが G 私物。まあ、そういった銀行であれば、まあ、安心安全だよねと、はい、いうふうな通説が、ありましたと、はい。それはセオリーだったんですね。なんですけども、その中に実はクレディススも入ってるんですね。クレディススも G 私物をですね、世の中に潰しちゃいけない銀行30個の中の1個だったわけです。で もちろんですね、今回クレディは倒産はしてないので、まあ、確かに潰れなかったんですけれども、ただやっぱりこう、保護債であったりとか、劣後債の一種ですね、ダメージを受けているわけでありますので、ことを国庫債であったりとか、まあ、劣後債に関してもですね、G 私物であったりとか、そういうところ関係なく、やっぱり投資判断をしていくという必要があるのかなというふうに改めて、はい、思っております。これ一つです。で、二つ目がですね、まあ、BS と同じぐらい PL も重視すると。これどういうことかっていうとですね、クレディスイスに関しては、PL はずっと悪かったです。PL っていうのは損益計算なので、毎年発表、毎、まあ、四半期に1回発表するですね、決算ですね。売上とか利益とか。はい。PL はですね、もう2021年からずっと悪かったので、もう何四半期もずっと赤字だったんですね。一方で、BS はですね、要は資産と負債があってですね、純資産があるんですけど、この純資産がすごく分厚かったわけです。はい。セットワン比率っていう、株式とかですね、余剰の現預金しか入れちゃダメな、はい、そういう資本のですね、割合でも 14% という基準でしたから、まあ、あらゆる銀行の中でもうトップクラスだったわけですね。で、やっぱりこう私たちもですね、どちらかというとこの BS、はい、セットワンの方をずっと見てたんですね。まあ、PL がこれぐらい赤字だっても、このセットワンがですね、これぐらい厚ければ吸収できるだろうと。はい、大丈夫だろうと。いうふうに考えたわけです。なんですけれども、
今回ですね、フリードの件があって、まあ、この今回みたいに経営不安からですね、銀行の取り次げ騒ぎになってしまって、最後スイス政府がですね、助けなきゃいけないというような状況になってしまうこともあり得るということを考えると、やっぱりこう PL 上もですね、かなり安定した経営をしていて、四半期ごとに欠かすことなく毎、利益を上げていると、しっかり売上と利益を上げていると、まあ、できれば成長していると、はい、そういったですね、まあ、どちらかというと PLL も BS を重視してきたんですけど、もう本当イコール同じぐらい重視大事であると、はい、いうふうに考えてですね、特にここ際の場合は、はい、投資対象発行体ですね、選ぶ必要があるのかなと、はい、考えています。2つ目です。で、3つ目がですね、まあ、今回ですね、クレディ・スイスっていうのはスイス政府官ですね、スイス課の、スイス監督課の国債だったので、このようにですね、株式は守られたんだけど、国債は守られないという結果になったんですけども、実はこれですね、ユーロ圏であったりとか、イギリス圏下の銀行に関しては、その中央銀行がですね、うちは、株式より国債の方を守りますということを、声明を発表したんです。でそれいつしてるかというと、クレディ・スイスの買収が発表されてですね、国債無価値になりますと。で、発表があった3月の20日に、の夜にですね、もう発表してるんですね。で、そういったこともあってですね、このユーロ圏とかイギリス圏の、国債に関してはですね、さっき ETF の価格で見ていただいた通り、一瞬こうすごく下がりましたけど、一気に持ち直したじゃないですか。あれはもうまさにこの発表があったからなわけですね。あ、ユーロとかイギリス圏の国債に関しては、この銀行のですね、分厚い資本に守られた国債なんだと。はい。持ってていいんだというふうにみんな思ったわけです。はい。なので、ちゃんと価格はですね、底堅く今も推移していて、クレディマイの水準にはですね、もう戻ってるわけですね。なので、そういったですね、スイス圏下っていうよりはもうユーロとかイギリス圏とかの可能ですね、そういうことを明言している。はい。国債の方が、やっぱり安心して持てると思いますので、そういったものを選ぶというのがポイント。で、最後4つ目がですね、規制当局判断の元本削減条項の有無を確認みたいなんですけど、これちょっと漢字ばっかりで難しいあれしてるんですけど、今回ですね、クレディ・スイスのこの国債に関しては、その債券ですね、発行された時の契約書の中に、まあ、セットワントリガーってですね、セットワンが何パー下回ったら元本を削減しますと。っていうのが入ってるのが普通なんですけど、それともう一つですね、規制と、まあ、そのセット1が7%下回らなくても、規制当局が判断したら、この債権は、元本ゼロになりますと。無価値になりますと。はい。ということが記載されています。つまり、規制当局が判断したらですね、もう倒産しているのと同然であるというふうに判断したら、セット1の比率とか、株がどうなっているとか関係なく、元本をなしにできるという条項がついているので、それを元本削減条項というふうに言っているんですけども、こういった条項はですね、結構特殊なんですけど、基本的にスイス圏下のですね、国債にしかついてないというふうに私たちは確認しています。あと一部のですね、国の、債権がついてたりするんですけど、なので、まあ、こうなるですね、状況ってほとんどないとは思うんですけども、ただ今回クレディーヌはですね、まあ、このような判断をされてしまったということではありますので、こういったですね、条項はできるだけついていない、そういった国債をですね、選ぶ方がいいのかなというふうに考えております。はい。はい。ここまでがですね、そうですね、最後に、ここも重要な考え方かなと思ったので、入れさせていただいたんですけど、まあ、そうは言ってもですね、国債ってなるとですね、リスク判断難しいよねと。確かに難しいですよね。これ元本削減条項とかセットワンとか含めてですね、考え方も非常に難しいです。ただ、その、劣後債とかですね、国債に関しては、その発行してるですね、債券の会社の格付けとは別の格付けがですね、その債券ごとにちゃんと格付けがついてるわけです。なので、基本的にその格付け会社の格付けを見ればですね、でその債券の格付けを見れば、どれぐらいのリスクがあるのかっていうのはですね、ある程度判断できるにはなっていますので、やっぱりですね、まあこれはここさえ限らず劣後債を検討される場合もですね、発行体の格付けも大事なんですけれども、債券自体の格付けもですね、しっかりチェックする必要があるのかなと考えます。ご参考にですね、まあこれ、
この表はですね、イギリスの大手銀行、一番上に書いてありますけど、その銀行のですね、自体の抗体格付けは BBB プラスですと。なんですけど、これがですね、普通の劣後債の格付けになりますと、2段階下がるんですね。BBB マイナスですね。はい、BBB マイナスというぐらい下がるんですね。で、これがですね、お子さんになりますと、さらに下がります。3段階下がるんですね。まあ、WB マイナスになりますと。ということになるんですね。なので、まあ、発行体格付けからするとですね、かなり下がってるんですね。WB マイナスと。ただ、それぐらいのリスクがありますと。ということを、犯人に示しているわけです。で、フランスの大手銀行ですね、その下なんですけど、普通の発行体格付け、シングル A で。で、普通の劣後債、BBB マイナスで。で、国債とかだと WB のフラットになっているということですので、まあ、発行体だとシングル A でもですね、国債になるとこれぐらいのリスクになるということが、これを見てもあるわけですね。で、あと、まあ、最後に日経の方で書いていくんですけど、まあ、WB プラス、発行体格付けなんですけど、IQ 劣後債になるとですね、まあ、これぐらい下がると。シングル B プラスぐらいになる。まあ、いうことになりますので、まあ、これを見ればですね、まあ、その、国債としての、発行体としての格付けと国債としての格付けを、まあ、それぞれ確認した方がいいですね。まあ、よくどっちが大事ですかって聞かれはするんですけど、まあ、ただこれどっちも大事なわけですね。倒産確率は、まあ、発行体の格付けで見るべきなんですけど、まあ、債券そのもののリスクはですね、やっぱり債券格付けで見る必要があると思います。で、まあ、どっちもチェックし、しっかりチェックした上でですね、投資判断をしていくというのが大事だと。はい。ここからがですね、最後の最新の投資事例ということで、まあ、アフタークレディスイスということでですね、まあ、最新の債券の状況であったりとか、まあ、このようなポートフォリオで投資するというような意味合いでですね、ご参考いただければと思います。今回2事例ですね、ご紹介できればと思ってまして、これが1つ目のですね、事例の債券ポートフォリオになります。またご説明します。10銘柄のですね、債券にポートフォリオで投資をしていただいておりまして、発行体がですね、一番左側にあります。まあ、日本とかですね、の保険会社とか投資会社とか、アメリカとかですね、イギリス、日本、アメリカ、イギリスとかですかね、発行体の銀行とか保険会社とか、通信会社の投資ですね。債券の種類はですね、まあ、永久劣後債、共犯者劣後債含め、まあ、普通社債、ね、まあ、期限付きの劣後債が多いですかね、割合としては。はい。まあ、債券種類になってまして、通貨は全部米ドルですね。で、金額は1500万ずつで10銘柄なんで 1.5 億円のポートフォリオです。で、この債券ポートに占めるですね、この債券1銘柄の保有比率というのは 10% ぐらいです。で、債券の残存年数はですね、このように分散されてまして、まあ、3年ぐらいから始まってですね、一番長いなと20年ぐらいになっていって、まあ、平均の残存年数するとですね、8.5 年になります。というようなことですね。で、債券の格付けはですね、上からシングル A とか、BBB ぐらいが多いですかね。はい。の格付けで、これを平均するとですね、この債券ポートの平均格付けだと、BBB ぐらいになります。で、発行体のですね、格付けの平均だと、BBB プラス。ちょっと高くなりますね。で、この年利回りがですね、それぞれ右側に書いている数字になってまして、この債券ポートフォリオ全体のですね、年間平均の利回りだと、6% になるというような債券ポートフォリオ設計になっております。なのでですね、今回ご説明した、最新の投資環境だとですね、ちょうど劣後債ぐらいの利回りなんですね、最新だと 6% ぐらいとお伝えした。はい。まあ、それに分散してですね、投資しているイメージですね、債券ポートになっていますね。はい。で、ポイントをですね、簡単にご説明します。事例1のポイントですね。で、平均のですね、この債券ポートの年利回り 6% ですということで、国債の利回りがですね、3.5 でしたので、まあ、それの上乗せでですね、取る利回りとしてはプラス 2.5%。これがまあ、超過収益なんですね。はい。基準が 3.5% 利回り。で、二つ目がですね、ポイントが、まあ、発行体の所属国もしっかり分散してまして、まあ、日本、アメリカ、イギリスの発行会社、にですね、の所属する会社にそれぞれバランスよく分散したと。で、三つ目がですね、まあ、こういったこともありましたので、まあ、銀行ばっかりではなくてですね、保険もですね、3社入ってたと思うんですけど、まあ、銀行員社の保険3社ですね。
に、金融債の中でもですね、バランスを通していると、分散しているというようなですね、ことになります。で、最後4つ目がですね、この方の考えとして、まあ、こういうこともありましたので、今回国庫債に関してはですね、投資対象が除外したということになっています。ただ、国庫債に投資しなくてもですね、現状、全体的には利回りが高いということと、まあ、金融債、劣後債は少し利回りが高まってますので、まあ、6% ぐらいのですね、債券ポート全体の平均利回りで取れるという投資環境なんですね。はい、これが一つ目の事例でして、次は二つ目ですね。はい、二事例目でございます。これちょっと銘柄をですね、16銘柄に分散投資してまして、まあ、発行体はですね、この左側にあるように、まあ、これもかなりいろんな国の、まあ、いろんな業種のですね、会社に投資してますと。で、債券種類はですね、さっきよりは永久劣後債とかですね、が多いかなと思います。永久系の劣後債と、期限付き、普通社債、半々ぐらいの割合ですかね。で、その中には、今回ですね、話題になっている国庫債も一部入っています。2銘柄ですかね。で、通貨は全米ドルで、金額は2500万をずつ、16銘柄なので、合計4億円ですかね。で、その債券ポートになっていて、一銘柄のですね、この債券ポートに占める割合としては 6.25% ですと。で、残存年数がですね、このようになってまして、平均だと 9.3 年で、債券格付けのですね、平均格付けが BBB- ということなので、さっきの債券ポート1よりですね、1ランクぐらい平均格付けで低くなっているわけです。で、発行体格付けではですね、BBB+ というようなことになってまして、平均利回りですね。債券ポート全体の平均利回りで言うと、右下にあります。7.6% ですかね。はい。ということになってますので、さっきの1位からですね、よりも 1.6% ぐらい、はい、平均利回りで高いような、そういう債券ポートになりますね。まあ、そういった、まあ、格付けが、若干低かったりとか、まあ、永久劣後債ですね、国庫債も使っておりますので、その分リスクが高まって利回りが高まっていると。はい。というようなこと。ではこちらのですね、債券ポート事例2のですね、ポイントをご説明したいと思います。まあ、年平均利回りですね、7.6% ということですので、まあ、国債利回りですね、上乗せでプラス 4.1%、はい、を取りに行くような債券の戦略になってまして、まあ、国債利回りが 3.5 ですから、まあ、その2倍以上ということになりますので、まあ、やや野心的なですね、そういった債券ポートだと思います。2つ目がですね、この債券ポート、さっきの中にあったですね、利回り 10% 以上の債券とかもありましたので、そこに関してはですね、あえて格付けが低い、まあ、低格付け債で、債券ポート全体のですね、利回りを底上げする目的で、まあ、ポイントでですね、そういった債券も活用しています。で、3つ目がですね、ここ債にも2銘柄投資しているんですけれども、発行体に関してはですね、その所属国の中でも、最大手に分類されるんですね。まあ、最大手ですが、本当に一番の銀行だけに限定して投資しておりますので、まあ、今回のですね、クレディの件で言うと、まあ、どちらかというと、まあ、UBS 側ですかね。はい。買収する側のような銀行だけには限定してますので、まあ、それであればですね、ここだけリスクを取ってもいいんじゃないかという投資判断されたんですね、この。これは3つ目。で、最後4つ目がですね、まあ、この債券ポート。の場合ですね、一社倒産しますと、一銘柄の保有比率が 6.25% でしたので、6.25% の損失ということにはなるんですけれども、年平均の利回りがですね、7.6% でございますから、まあ、その仮に一社ですね、倒産したとしても、まあ、1年間の利回りでですね、まあ、回収可能であるというふうに設計しております。まあ、その1年間に一社倒産するということは基本的にはないと考えては、いるんですけれども、ただまあ、クレディの件であったりもありますので、もう絶対はないというふうに考えてですね、万が一1社倒産しても、1年の利回りに回収できる。そういう設計ですね、しているわけですね。はい。これが、債券ポートの2つ目ですね、ポイントになります。で、最後にですね、今回のセミナーのですね、アフタープレディセンス、レドル債券ポート戦略の最後まとめをできればと思います。ポイント4つありまして、1つ目がですね、まあ、私がお伝えしたかったんですね。まあ、こういうことはありましたけれども、結局、ここ最後ですね、条件も、クレディ前にも戻っているわけですし、市場もですね、この米ドル債券っていうのは、引き続き、まあ、魅力的な投資環境で、まあ、投資対象であるというふうに判断しているということかなとは、個人的には考えています。はい。まあ、金融不安、云々と
あると思うんですけれども、まあ、それ収まる収まらないは一旦置いておいたとしてもですね、はい、引き続きですね、金利が高い水準というのは変わりませんので、魅力的な投資対象なのかなと思います。これ一つですね。二つ目がですね、まあ、特にではあるんですけど、まあ、この金融不安ではありますので、まあ、やっぱり金融債とかですね、劣後債というのは、特に投資チャンスなのかなと思います。はい、二つ目です。三つ目がですね、まあ、チャンスではあるんですけれども、やっぱりこういうこともありましたので、ここ債ですね、ここ債に関する今検討されている方に関しては、まあ、投資の割合は、当初の検討の割合よりも低めに設定したりとか、今お待ちの方ですね、保有されている方に関しては、まあ、今後償還してきた場合は、ここ債ではない債券に投資したりとかですね、あとは、価格はですね、購入価格前後ぐらいの価格で売却できるのであれば、リバランスしてですね、保有割合を減らしていくと。いうことをですね、していってもいいのかなと考えております。はい、これ3つ目ですね。で、4つ目、最後ですね。はい、これはもう何回もお伝えしますけど、やっぱりこう、債券っていうのは、一社に集中しますと、かなりのリスクになりますので、まあ、分散されたポートフォリオで管理するというのがですね、すごく大事かなと思います。まあ、今回のようなことがあってですね、まあ、改めて、はい、最後、本当に大事なと、はい。ポートフォリオは本当に大事なと、に改めて思いましたので、はい。これを最後ですね、締めとさせていただきたいと思います。はい、そういったところがですね、私からのご質問、ご質問じゃない、すみません、本編のですね、お話になるんですけれども、ここからですね、皆様との Q&A の時間にできればと思います。残りの時間でですね、お答えできる限りしていきたいと思いますので、ぜひ本日のセミナーの内容でも結構ですし、そうではないことでも結構ですので、ご質問いただければと思います。はい。一つ目のご質問がですね、Z1 とは何ですかというご質問なんですけど、すいません、これ Set1 ですね。はい。SET、Set1 っていうのがですね、銀行の資産の中の資本ですね。はい。資本、自己資本の中に Set1 っていう種類の資本があるんですね。で、それはですね、本当に自己資本中の自己資本で、その銀行が株式を発行して得た資本金とか、もともと利益を出してですね、ある現預金とか、そういう本当ピュアなこう自己資本を資産に占める比率、リスク資産に占める比率を Z1 比率っていうふうに言うんですけど、この Z1 比率がですね、7% 切ったりとか 5% 切ったら、元本が削減されるとか、株式に転換しますっていう条件がついた債券が、今回の国庫債とか AT1 債、いわゆる債券ですね。はい。すみません。ちょっと説明が足りてなかったです。申し訳ないです。すみません。はい。次のご質問が、ここ採用すでに、発行中の金融機関について、今後、対債権者について、どのような対応を取ることが考えられますか？積極的にスキップする、あるいは積極的に、期限前弁済するなど、そうですね。まあ、ここはですね、結構金融機関によって対応分かれるかなとは思います。その金融機関、どこもですね、体力はと余剰資金は結構あるので、まあ、個人的にはですね、まあ、スキップせずに、償還するという判断をしてくる可能性の方が高いのかなとは、は思っています。はい。よっぽど余裕がない銀行ですね、スキップしたりするかもしれないんですけど、まあ、それってですね、余裕がないって自分で言ってるようなもんですので、まあ正直、まあポーズとかですね、そういうレピテーションリスクとかやっぱりありますから、まああのクレディスイスですらですね、なんていうんでしょう、普通の債券に関してですけど、債券の買い取りとかですね、途中でやってたわけなので、去年とかですね。なので、まあその天才であったりとかですね、そういうものもありますから、まあ、基本的にはスキップせずに、まあ強い償還をすると。なんですけど、まあ、今、金融不安で、手元資金できるだけ厚く持っていきたいという状況もあるとは思いますので、期限前にですね、買取の募集をするということは、の可能性はですね、低いのかなと思ってますね。すいません。次のご質問が、CS の AT1 債、国債を株式よりも厳しい年額損失とした当局の判断根拠は、
どのようなことが想定されますか？ありがとうございます。これは想定というかですね、もうそう言ってるんですけど、3月のですね、18日か19日に、流動性をですね、供給すると、7兆円ぐらいですね、クレディスイスが何かあったときは、スイス中央銀行が7兆円ですね、お金を貸しますと、いう支援策が発表されたのがあったんですけど、もうそれ自体がですね、その流動性供給が、もう当局による支援ということになっているらしくて、もうそれ自体がですね、もうそのクレディスイスが立ち行かなくなる、はい、と判断した状況だったらしくて、それが元本削減条項のそういうストーリーがですね、ヒットしたと、してしまったということのようでございます。はい、それはまあその通りになっている、そういう判断だったのかなということだと思いますね。次のご質問が、今債券を買っておけば利回りがいいだけでなく、値上がり益も期待できると思って買い進めてきました。しかし売り値を確認した頃、思った以上に証券会社スペードを取られていることを知りました。買う時の単価で全てコストが含まれていて、買った際は一切費用がかからないと事前に、問い合わせをして確認していたのですが、そこで質問ですが、債券のスペードは目安としてどれくらいかかるものなのか、またどんな時に広がるのか、また、どんな銘柄が広いのかなど、もちろん一般で買わないので教えてください。そうですね。これは正直ですね、その証券会社とか、どういった金融機関とか、プライベートバンクとか FA とかによって違うと思うんですけど、まあ大体ですね、その債券の価格の数パーセントぐらい、まあ手数料はですね、乗ってると。はい。まあいわゆるおっしゃってるスプレッドですね。一般の認識でいいのかなと思います。で、短い債券よりはですね、長い債券の方がそのスプレッドがですね、広くなると。まあ要は手数料がですね、大きくなると。いうふうに理解してですね、いいのかと思います。はい、次のご質問が、債券ポートフォリオについて質問です。先ほどの例では残存年数をばらしたものになってました。現在かなり高利回りで、稀に見る買い時だと思うので、できるだけ残存年数がないものを集中的に買ってます。はい、短いものを買うと、償還後、取り下げなくなると困るかと思うのですが、どうなのでしょうか。ありがとうございます。その考えはすごくですね、よくわかりますと。はい。まあ、これはですね、なんで、相場を張るか張らないかということですね。今がものすごく金利が高い状態だというふうに、判断しているのであればですね、もう長期債を固めてしまって、長期債で固めてしまってもいいかなと、個人的には思います。はい。なんですけど、まあ、投資の世界のセオリーではですね、まあ、その、債券の利回りってどうなるか分からないっていうのがちょっとセオリーですので、基本的にはこの返ってくるタイミングをですね、できるだけこう細かく分散して、まあ再投資するときの利回りがですね、どういう状況になってもですね、債券ポート全体の年平均利回りはあまり変わらないようにするというのがセオリーかとは思う。それはまあ相場を張ってないとですね、はい、分散するのは。なんですけど、質問者様がそのように考えているのであれば、そうした方がいいかなとは思います。ただ一方ですね、まあその、期間が長い債券であればあるほど、逆にこう今、利回りがこう低くなってるんですね。だいたいこう10年ぐらい、10年債以内とかですかね、7年、8年債ぐらいまでが、今、利回りが一番高くなってるので、まあそういったこう、やっぱこう、債券作った時の利回りもある程度大事かと思うんですので、やっぱこう、バランスが大事かなとは思います、個人的には。はい。次のご質問が、永久劣後債の残存年数はどう考えればいいでしょうか。永久劣後債のコールスキップは結構普通にあるものかと思うのですが、それでも予定から長くても3年以内には償還されるだとか、安はありますか。これがですね、債券によってちょっと設定が違うんですね。で、このコールを、まあ、スキップしたとしてですね、スキップした後、まあ、大体5年後にまたこうコールスキップの判断しますと、いう債券が多いのかなと思います。なので3年ではなくて、まあ5年とかですかね。で、稀にですね、その後半年の利払いごとに、コールする可能性があります。みたいな債券だったりする債券もあるんですけど、まあ5年がとかが多いですかね、基本的には。なのでまたそこで5年の永久劣後債、期間5年の永久劣後債をまあ保有するというようなイメージになることですね。はい。次のご質問が、今回の施設のことは、他の銀行にも波及していく問題でしょうか。次は、ドイツ銀行が IC など、よく耳をするのですが、
まあそうですね。まあ一旦収まった感じは、この状況見てても思いますけどね。VIX 指数っていう恐怖指数で見ても、クレジットが SVB の話題になった時は25、6ぐらいでしたけど、今18とか9ですかね、今。なんで、まあ、だいぶ金融不安は一旦は収まってると思うんですけど、ただまあこういうのって結構ね、だらだら長く続くと思うんですよ。なので、まあ弱い銀行探しですかね。はい。まあしばらく続くかなと思ってます。今、ドイツ銀行みたいですけどね。そうですね。もっと弱い銀行あるかなと思いますけどね。はい。次の質問が、やはり、米ドル再投資がメインの狙い目ですが、ユーロや豪ドルは対象外ですか？ありがとうございます。対象にしたいんですけど、投資はしたいんですけど、投資対象になるほどの債券の銘柄がそんなにないっていうのがですね、結構実情ですね。まあ、ユーロ建ての債券とか、豪ドル債券一部あるんですけど、まあ、本当にラインナップがですね、まあ、少なくてですね、なんでしょう。発行会社をしっかり選んで投資できるほどですね、ラインナップがないというのが実情かなと思います。まあ、あとは収益性ですかね。やっぱり利回りとか考えてもですね、ユーロとか5ドルよりは、米ドル債の方が、非常に金利が高いですから、利回りが出るわけですので、まあ、そういった理由でですね、米ドル債が多くなっているのかなと思います。はい。次のご質問が、単なる興味なのですが、CS の、期限付き劣後債、永久劣後債はどれくらい保たれたのでしょうか。ちょっとですね、ここ僕も調べてるんですけど、確認できなくてですね、基本普通の劣後債は守られたっていうのは聞いてるんですけど、普通の永久劣後債はですね、なんか一部返ってこないんじゃないかみたいな話も聞くんですけど、すみません、ちょっとこれは正確にお伝えできないので、ちょっとお答えできないんですけど、はい。ちょっとすいませんでした。そこは、はい。100%正確ではないんですけど、返ってこなかった、はい。債権も、一部あるかもしれないと、はい。いうような回答できる。次のご質問が、クレディ・スイスの件は何か政治的な意味合いがありますか？投資家が、例えば、ロシア系の人が、多数であえて信用不安を起こしても、実行したのでしょうか？なんかすいません。ちょっと、ここら辺わからないですね。政治とか申し訳ありません。次のご質問は、初歩的な質問で申し訳ありません。スイスの規制当局が AT1 債を全損扱いした理由は、何なのでしょうか。まあ、要は、損失のですね、AT1 債、フリーの AT1 債には、損失を発生させる条件にですね、クレディ・スイス発行体が、もう存続できないでしょう、このままだと。できないというふうに規制当局が判断したら、全損扱いできるというような条項が盛り込まれて、まあ、契約書みたいなのに書いてあるんですね。なので、その条項を発動したという理由にはなります。まあ、クレディ・スイスのですね、預貯金というのは30兆円ぐらい当時あったんですけども、まあ、1日1兆円ずつぐらい、預金流出してたみたいですので、まあ、このままいくと1ヶ月で全部預金がなくなるよね、いうことを考えるとですね、もう存続し得ないというふうに判断したということかなと思います。次のご質問が、そうですね、ちょっと時間があれなので、最後にしたいんですけども、そのご質問ですよね。高利回りを狙いに行くことを最優先した場合、すべてトリプル B 以下の銘柄のみで構成することになりそうなのですが、それぞれ精査して組むことができればありだと思われますか、それともお勧めされないでしょうか。ありがとうございます。そうですね。まあ、どれぐらいの高利回りを狙うかによると思うんですけど、まあ、私個人的にはありかなとは思うんですが、まあ、トリプル B 以下だったとしてもですね、まあ、劣後債とかで債券の格付けがトリプル B 以下にはなってしまうんですけど、まあ、その発行体、信用格付けとかだと、シングルエとか、トリプル B とかですね、非常に格付けが高いような発行体の劣後債とかにすることでですね、まあ、倒産確率は低いんだけれども、倒産した時のダメージは大きいというような、座組みにしてですね、ポートフォリオとか、いう工夫をすることですね、やるのであればいいのかなと思います。ただまあ、やっぱりシングル B とかですね、WB ぐらいの格付けの普通の債券だけでですね、
投資するというところだと、確かにこう小利回りではあるんですけれども、かなりリスクが高まるのと、リセッションとか起こった時にはですね、そういう格付けの再現っていうのは相当に、ダメージを受ける可能性はありますので、はい、その点をご注意いただいた方がいいかなと思います。はい。そうですね。こういったところが、はい、Q&A の時間として、ちょっと全部ご質問答えられなかったんですけど、9時になってしまいましたので、ここまでにしたいと思います。でちょっと最後にですね、簡単に会社のご説明ができればと思います。私たちですね、こういうことをやっておりまして、資産配分を最適化するということをやっています。資産運用の結果の9割はこの資産配分で決まると言われていますので、その資産の配分をですね、その方のご希望であったりとか、資産状況に合わせて最適化するというですね、コンサルティングをしてまして、まあ、この左側から右側のようにですね、適切に資産を分散して、通貨を分散するということでやらせていただいています。何をもってですね、配分が最適化っていうところなんですけど、まあ、私たちはの考えなんですけど、まあ、金融資産、実物資産、税務、はい、すべてをですね、トータルで考えて、まあ、3要素のすべてにですね、まあ、共通する最適解というのを見つけてですね、ご提案させていただくというようなことをやっております。で、その配分の中でですね、金融資産のところのをご提案させていただく免許としては、金融業でですね、IFA という、はい、業態があるんですけども、私たち自体が資産をお預かりするのではなくて、まあ、契約してですね、証券会社に資産を預けていただいて、まあ、ご提案であったり、諸発注を私たちがさせていただくと。はい。すいません。そういったですね、免許でやらせていただいております。はい。で、このようにですね、配分の最適化をさせていただくような無料の資産配分診断というのを承っておりまして、個別相談ということなんですけども、1時間ですね、オンラインであったりとか、あと直接でももちろん結構ですので、当社の会議室とかを使ってですね、ご面談いただけますので、ぜひお申し込みいただければと思います。お申し込み方法としてはですね、このセミナーが終わった後にアンケートが送られますので、そちらでですね、個別メールを申し込めますし、今チャットの方にですね、個別相談の URL が送られていますので、そちらで当社のホームページから個別相談、別途ですね、お申し込みいただけますので、ぜひお申し込みいただければと思います。今回ですね、セミナーを聞いていただいて、個別相談申し込みでいただいた方には、私の書籍をですね、おととしですかね、発売した書籍を、送らせていただきますので、ぜひ申し込みいただければと思います。で最後にちょっと宣伝なんですけども、私 YouTube チャンネルもやっておりまして、瀬古口俊介の資産運用アカデミーということでですね、現在9170人ですか、はい、もう、視聴者の方、登録者の方いらっしゃるんですけども、週に2回ですね、ショートも入れると毎日なんですけれども、資産に関する情報を発信しておりますので、ぜひこちらもですね、ご覧いただいてご登録いただければと思います。はい。そういったところで、本日は、アフタークレディスイスの、米ドル債券投資戦略といった内容でですね、お話をさせていただきました。今回ですね、土曜日の、お忙しい夜の時間にですね、ご参考いただきまして、誠にありがとうございます。こういったセミナーをですね、今後も開催していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。